はい、皆さんおはようございます。ここは札幌市白井川ですね。ここに自転車の墓場というかね、たくさんの自転車投げられてるんですよ、これね。ちょっと近く行ってみますか。これから現場へ直行しますね よいしょ。これが1台でしょうかね。これが2台でしょうかね。これが3台ですかね。もう相当前に投げられてますね、これね。ここは昔テニスっていうかね、テニスコートがあったんですけど、いつの間にか使わなくなったらもうこんな原生林になってしまいましたね、これまあ誰も使ってないからこうやってね、ここにまあ犬の糞尿もたくさん投げられてんです。この前親父が知らんぷりしてこっち側にね、道路から投げやがって、今クソ投げたべったら、いや投げてませんってバカ野郎、ほんとどうもならないよな。ね、ここはまあ自転車の墓場って言ってんだけどいやね、まあ所有者もめったにこれ来ないんだろうな、これな。まあ来ないとかって土地を管理しないとね、こうやって不法投棄されるんですよ、これね。出るか、よいしょよいしょ、はいどっこい、よいしょよいしょ、はいどっこい、どっこい、どっこい、よいしょ。本当にね、まあね、管理しないのも悪いけど、投げるの方も悪いわな、本当にな。今日はこんなもんかな。またお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。